ダッシアロゴニュー2021ダチアサンデロダチアはルーマニアの自動車メーカーで現在はルノーグループ参加社名の由来は同国の故障ダキアからダチア13001966年にワップの社名で設立し翌年ルノー8をダチア1100という名称でノックダウン生産にした1969年ルノー12を ダチア1300として、ノックダウン生産し1972年から、国産化された。ボディスタイルは当初は4ドアセランのみだったが、後にステーションワゴン、5ドアハッチバックを追加、また試作車に終わったものの、2ドアクーペ、ブラショビアまでも発表されている。さらには1980年代はじめに、5ドアハッチバックの上級モデル、ルノー20も、ダチア2000として製造され、 主に観光庁やルーマニア共産党の上級職員に愛用されていた。なお、ダチア1300は PUBG での登場車種でもある。1980年代中盤、ダチアは一旦ルノーと離れ、独自のモデルを開発していく。まず排気量 500cc のミニカー、ラストンが1989年まで生産されていた。 その後、1994年からゴ度アセダンのノバを製造。このノバは500の直後に開発されるはずが、ルーマニア革命前後の混乱の影響で生産が遅れをきたしていた。ダッチアの業績は悪化し、ついに1999年にはルノのが株式の過半数を取得して参加に収め、ルノーの下で経営再建を図ることとなった。ノバは2000年に ルノークリオのエンジンを与えられてスーパーノバとなり、さらに2003年にはフェースリフトが行われてソレンザと改名した。ダチア・ロガン2004年にはニューモデル・ロガンを発表した。既存ルノー各社のコンポーネントを巧みに組み合わせ6000ユーロという驚異的な低価格でまず4度アセランから発売した。現在、ルーマニアを含む東欧諸国やフランス、 ドイツ、スペインなどの西欧諸国へ輸出されているほか、ロシア、コロンビア、モロッコ、インドで現地生産されており、近年中にイラン、中華人民共和国、マレーシアでも行われる予定である。また、2006年10月には、ステーションワゴン、2007年1月にはバン、2008年3月には、ピックアップが、ラインナップに加わった。さらに2008年には、 ハッチバックのサンデロが2009年末にはクロスオーバー SUV のダスターがそれぞれ発表された。いずれもロガンのプラットフォームをベースに開発された。ダスターはフランスなどで高い人気を誇り一部でバックオーダーとなった。2011年9月15日からイタリアにおいてダチア社のオンライン販売を開始。車種、グレード、塗装色、オプション、 担当ディーラーなどを選択し、保証金を支払い最短15クリックで自動車の注文ができるというもの。以降ヨーロッパの数カ国で同様のシステムが導入されている。2012年にはミニバンのロッジー及び派生パネル版 MPV のドッカーを相次いで発表した。この2車種はモロッコ北部のタンジェに設立されたルノーの最新工場にて製造が行われる。 また、ロシアのほか左側通行のインド、イギリス、アイルランドへも、販路を広げており、右ハンドル使用者の展開も増えている。2017年に登場した、バトルロワイヤル型ゲーム、プレイヤーアンオーン、S バトルグラウンズ略して PUBG にダチアが、乗り物として登場。モデルは、ダチア1300が、モデルとなっており、中も、忠実に再現されている。 ただし最近のアップデートでダチアのデザインが大幅に変更されたダチアが展開されていない南米やロシア、インドなどの地域ではルノーブランド社として販売されるダチアピックアップありがとうございます